はがき職人みたいなギャル、どんなの？お題提供は二段階左遷さんですかね。はい、行きましょう。はがき職人みたいなギャル、どんなの？池田美優って土屋隆之みたいに書かれてる。だからね。はがき職人みたいなギャル、どんなの？クラフの他のギャルとは一味違うと思う。はがき職人の名前だ。俺が一番面白いと思ってるやつだ。はがき職人みたいなギャル、どんなの？はぁ、夜通話できるわけなくね？ラジオちゃんも。それはそうだ。ジャンクもオールナイトも聞かなきゃいけないんだ。それはそうだ。はがき職人みたいなギャル、どんなの？スマホケースにラジオのステッカーがびっしり。でこってね。はがき職人みたいなギャル、どんなの？聞き手の方はネイルしない。そう。打てなくなっちゃう。打てなくなっちゃうからかな。はがき職人みたいなギャル、どんなの？夜寝るときに、あの、癒し効果として、大沢優里を聞いてる。朝ね、悠々ワイドね、ずっとやられてたけど。はがき職人みたいなギャル、どんなの？ LINE を送るより、G メール送る方が返信が早い。あー、すごい！あるあるなんだ！あるあるだ！そう、ほら、Gメールで送るから。はがき職人みたいなギャル、どんなの？ねえ、週末遊びに行こうよ。よっしゃ、OK、読まれた。遊びに誘われることを読まれた。一緒だ。はがき職人みたいなギャル、どんなの？感覚なんですけど、なんか想像したときなんか腕を組んでいる。いや、なんかめっちゃわかるよ。はがき職人みたいなギャル、どんなの？いや、なんかそのうちは違うし、普通オタを送っている。普通オタを送るの珍しい。コーナーじゃなくて普通オタを送るの。はがき職人みたいなギャル、どんなの？タク君の発言ってさ、なんかネタメールみたいだよね。うん、こっちの話。自分だけのワールドで話して、自分だけのワールドで。はがき職人みたいなギャル、どんなの？なんか普段何してるか全然わからない。そうだよね。どっちの生活してるかわかんないもんね。はがき職人みたいなギャル、どんなの？悩みを相談すると3、4個案を出してくる。はがき職人だ。すごい、いくつも出てくるんだ。はがき職人みたいなギャル、どんなの？いや、これ今年のトレンドなんだ、って。赤い帽子、黄色いシャツ、緑のズボン、ラスタカラーで着てる。オードリーさん。オードリーさんはトレンドよ。ギャラクシー賞もね、入ってたし。はがき職人みたいなギャル、どんなの？ボスみたいなギャルに勝手にあだ名を変えられる。確かに、ボスみたいなやつ変えてくるときあるからな。はがき職人みたいなギャル、どんなの？いや、その流行語もギャル発信じゃなくて。元を知ってる。元を知ってる。はがき職人みたいなギャル、どんなの？うちさ、許せる切り抜きと許せない切り抜きがあんのよね。そうなんだ。はがき職人みたいなギャル、どんなの？あんたがスタイフで、私がラジコ、絆も電波も繋がってんの。すごいギャル。ギャルが強い。はがき職人みたいなギャル、どんなの？ゲラのレイルをしている。はがき職人みたいなギャル、どんなの？親と仲が悪くて、兄と仲がいい。めっちゃそんな